はい、それでは事前調査、中山金牌と京都金牌いきます。はい、年内に放送になりましたけど、まあ、今年来年の予備の関係でですね、ほぼ実質ロスなく日曜日迎えますんで、もう今日ぐらいとかんと15調査とかぶってきますんで、よろしくお願いします。はい、ホープルステークス残念。はい、ニータスゴアナでした。ありがとうございました。はい、ファイナルステークスはエイティンガールが見事に豊かで締めくくっていただいたんで 1.8 倍です。はい、それではですね、まず2019年下半期妄想収支から見ましょう。レッチェゴー。はい、妄想収支ですけど、ホープルステークス終わりまして、はい、75レースあったんかな、多分かな、ちょっとから。で、回収率が 70% クソヘッティ、復勝生活回収 71%。 あかんねー、来年こそ頑張りましょう、よろしくお願いします。はい、それでは2020年上半期スタートですね。はい、まず出走表見ましょう。はい、それでは妄想収支の前に、最後豊さんが締めくくっていただいた復勝生活見ておきましょうか。はい、11番、一番人気にならなかったみたいですね。はい、18ガール、まあ前走強い内容でしたし、前走が2頭前かな、前走が一番人気惨敗だったってことでね。はい、今回また同じ自己条件の舞台に戻ってきて、はい、いい足使ってくれましたね。もう、豊さんも馬を熟知してる差し切り方でした。はい、最後は外からでも伸びるっていうね、いい足で8勝でしたもんね。はい、ありがとうございました。はい、それでは中山金牌をいきましょうか。はい、中山金牌ですけど、ハンデ戦25頭登録とで、毎回この金牌ってなんちゅうんやろ、強い、まあ、いわゆる G1 バークラスがおらんし、でかといってちょっとね、やっぱね、骨っぽいものね、おらん舞台で、まあ冬開催ってこともあって、基本的に大体有力お休みが多い。で、かつここ関連戦ってことで、結構ね、ほんまどれ勝ったもおかしくないぐらいの馬のレベルは出てきます。馬のレベルって言うとわかんない。まあその中でもまあ、有力候補としては、今暫定ですけどね、クレッシェンドラブが多分一番人気になりそうですけど、はい。やっぱりこの福島記念ですよね。ここで、買ったものがね、この舞台も直結するってことで。まあ、なんか昔から言ってますけど、中村福島リンク説ってことで。まあ、ここでしょうね。クレッシェンドラブでしょう。冬場強そうですし。はい。去年もウィンブライトが、この舞台買ってます。うん。2年前に、確か福島記念1着など中村競馬1着やって、中山校舎。うん。まあ、ここですわ。で、クレッシェンドラブ自身が、中山で4113と中山でまあ4勝してますんで、はい、中山福島はまあ強いですね。オールカワンは5着でしたし、うん、中山 2000m も実績ありますんで十分でしょう。安城多分内パックさんで変わらずだと思ってます。対抗が回っててザザルかロードローですか。ザザルがおそらく2番人気か。はい、プリンシパルまで、3連勝無敗の前で、セントライト休み明け3着と、プリンシパルの後ダービーがちょっとね、延期の関係で、出れなかったんで、うん、回避してセントライト、中山で、しっかり3着取りまして、で、まあ、前走の菊花賞度外視とするともうほぼこのままも大幕を崩れない。で、中山そのうち、3回経験して3回の馬券絡んでますんで。で、距離を見る限り、まあ、2000m くらいがベストかなっていう今までの好成績っぷりなんで、うん。頑張ってください。ちなみに秋音さえばですけど、ハンデは何キロでしたっけ、ただろ ?53?4?3 は一斉か。5、あ、5もあるんか、思う。あ、そうか。そうやね。小箱57か、そのもか。はい。で、あと、トローですですよね。はい、この馬、前走本命打って5着に敗れてしまったんですけど、はい、まあ、もっともっとこの中山独身が強いよっちゅう話しとって、前回本命打ったんですけど残念でしたね。中山はしかしこの馬さらに強くて3321なんで、はい、
今まで負け外したんどこですきゃって聞いたら、すいません、あゆって聞いて、ちょっとあゆの身かかるけど、はい、ここですね、この6着以外は全部買ってますってことで。安城がもう一回、田辺さんでしょうか、海老名さんじゃないらしいです。どうしましょうか。どうしましょう、これは。ゆっきゅ、トゥルルルン、トゥントゥン、トゥルル。あ、すいません。もういいですか、わかりました。ありがとうございました。ちょっと今 CM で UQ モバイルの CM 流れては結構言ってたもん。ゆっきゅって思ったこれ。え、そんな感じだ。あとね、穴候補でドウィンクシードね。この馬は、まだリステッド競争買ってないんですけど、前走、セダブイランテス相手に勝負しまして。福島記念外枠の8枠15番からのスタートで、しかも外から先行して4着ですわ。はい。結構後方から攻めてくる馬たち多かったんですけど、外の15番。はい。スタートやポジション取って最後ですよね。ここですよね。2番手追走で最後まくっていこうと思うんですけど、さすがに、後ろからまくってきた、9番、10番、そして12番ですね。ここに負けたんですけど、外から先行した中でなかなか強い内容だったでしょうね。うん。ちょっと消耗戦で、かつちょっと最後にやっぱね、決めてに負けた感じがあって、一番強い競馬したのこのままちゃうかなと思ってます。うん。レッドローデスも間に合わずのウィンクシード4着だったんで、うん、よう頑張ったですね。はい。で、このままもともと中山の校舎、福島と校舎で、特に中山は2、3、1、2なんでね、このまま中山福島、強い馬なんでよろしくお願いします。はい。で、あとはですね、この気になるのがギビオンですね。前走1番人気で負けたんですけど、今回人気5番人気を落として、安城がホーリーさんやったっけな、多分来るらしい。ホーリー行ってる方来るんですけど、どうかなってとこですよね。最近成績止まってなくて、まあ、それでもナロキに4着っていう成績残ってますんで、まあ、これがどう出るか、中日新聞杯以来価値が遠ざかってますね。トップハンデですね、57.5 を背負ってどう出るか。今のところ印分厚く打とうとは思ってません。1000、うん、また考えます。はい。あと気になるのがトリオンフね。あ、ごめんなさい、トップハンデこっちでしたね。はい。前走1年をかけさけてチャレンジカップ、ロードマウェイに刺されましたけど、立派な2着。さあ、この馬が果たしてここで活躍するのか。小倉の平坦で強いのはしてたんですけど、これが中山に来てアップダウン加わってどうなるかとこですよね。はい。あとは、ブレステイキング、ダブル登録を金牌してますけど、おそらく出るなら中山でしょうってことで。うん。2走前にレインボーステークスを、買ってます。しかも 1.8 番断然人気って、ある程度早い時計で買ってますんで。で、もともとこの馬ってね、早い時計決着に向くっていうとそうでもなくって、うん、どっちかちょっと時計かかるが強いと思われるんで、うん、今の時期の方も持ってると思うんですよね。前走チャレンジカップ3着ですよ。そしてね、頑張ってください。また事後調査でここは言いましょうか。あと安城とね、あと出走表も確定しませんしね。はい、ここはまた言いましょうか。今のとここんなもんしておきましょう。はい、続きまして京都金牌ですけど、はい、こちらも26頭立てですってことで、はい、今んとこね本命は決まっておりません。迷ってる。あと京都金牌は決まって内枠ですけど、今過去10年ってどうなんですか。やっぱりうちですか。うちですね。やっぱ1から4枠で決まりますよね。知ってます。了解です。ありがとうございました。去年さ、ガンちゃんでも詰まってるうちでカッチポーしてて、しかもマイスタイル来てるからな。結構去年話をしたから、うちから拾ったら全部届いて、おーいと思って、ね、マイスタイル拾ってねーと思って。去年ガンちゃん本命した。ガンちゃん落ち詰まったからな、こいつ。おーいと思って。ガンちゃん、あれ6着やった、これ。2番ね。京都のマイルで逃したらあかんやろと思って、うちでが、いけ、ガンちゃん、抜け出せと思ったらね、外からシャットされて、うちも詰まって、不完全燃焼で、そっから外から来た、パクスアメリカーナと思って。ガンちゃんようやく近づき出してんけど、もう時すでに遅しや、それは。遅しやわね。外はね、妙に伸びるね、珍しい京都金牌やって、うん。ちょっと外が伸びててね、これ珍しかったね。今年もね、内側よりかっていうと、ちょっとババによりますわ。うん。基本、内。はい。で、何の話かっていうと、まずカテドラとソーグリッタリング、ダイアトニックあたりを押さえておきましょう。
はい、ハンデ向かわれてまして、それぞれ55キロカテドラル、ダイアトニック57キロ、トーグリッタリング56キロ。まあ、人気の3頭4頭にこの馬たち入るんで、一番人気多分カテドラルって書いてあるんですよね。うん、ただ、どうでしょう。前走 NHK マイルチャは、マイルチャンピオンシップ6着。NHK マイル3着とアリントン2着は知ってるんやけど、外人乗ったら本気な、やっぱね。外人に期待しましょう。外人乗ったかな、あそこ豊かさめてたのか。あーちゃぽーし。やめとくか。はい、あと、ソーグリッタリングはね、この舞台に合うとは正直思ってないですけど、やっぱ1008ぐらい距離は欲しいかなってとこなんです、正直。正直1006で成績あったんですけど、今のとこ1008がいいんかなと思ってるんですけど。まあでも前走1番人気惨敗ってことで、ここで2強したら買いましょうってことです。それだけです。ありがとうございました。うん。で、とダイアトニックですね。この馬強いですよね。スワンステークス差し切ったんですけど、ただ距離は1004がいいですよね。ちゅうことで、まあ前走のマイルチャンピオンシップ度外視として、今回自己条件のチャンスあれば、内枠引いたチャンスだと思ってるんで、よろしくお願いします。うん。で、あとね、面白いのこの前ね、モズダンディ。すいません、モズダディですわ。モズダンディってモズのダンディみたいな。はい。で、これね、丸貝と地方馬ってことで、なかなか珍しい、まあ、方なんですけど。はい。もともと中央で3歳未勝利、ダートに生かしてダメ。うん。で、3歳未勝利、9月に3着で、ここ、芝2着。で、ここね、まず、デビューしたのが遅いんですよね。3歳の6月やったんで。で、この時期にね、デビューしちゃうと、もうほんま最後ですけどね、この時期にデビューしちゃうと、賞金、いわゆる未勝利馬ですかね、が賞金的に厳しくなるんが、この9月明けなんですよね。はい、ここでいわゆるスーパー未勝利の方たちは、ここからもう中央に行けなくなります。出走権失って、結局地方に行かされるわけですよね。で、まあ芝2回走ってほしかったんですけど、結局ダート経験させられて、まあそれでも圧勝やったんで、で、ようやくここね、2回勝ったんで、賞金的に500万くらい下がりましたと。で、こっからね、やっぱり芝で活躍目立ちましたわ。うん。で、今、1006までなんと前走も、なかなか1番人気背負って逃げて強い内容やって、おこいつ強い、レッドベールを2着やしと思って、こいつ強いやんと思って。で、そもそもなんでこの馬がね、まずダートデビューやったの気になったんですけど、なんでかなと思って見たら、はい、丸貝ってこと、お父さんね、スキャットダディなんですよね。で、スキャットダディって、で、個人的なイメージね、ダートが確か強かったけど、やと思ったんですけど、妹はミスターメロディ有名だったからね、こいつすれば、芝とダート両方走ってたよなと思って、そうやね、こいつ確かね、もともと芝で来とって、ダートファルコンセックス一応勝ち出してな。逆や。ダート走ってて芝で勝ち出して、おかしい。うん、勝った勝った。で、もうそれ思ったらね、最近の先生結構ね、芝が良くなってきて、あれと思って、芝こいつ強えと思って、あれこれチャンスあるやんと思って、でこれトータルしたら大体このもともとモズダディの多分成績だと思うんですけど、これね面白いね。ダート決闘でここまで来るかっていうんで、冬開催なら、ね、いくら京都の開幕週でも洋芝利用されてますんで、ちょっとパワーいるとしたらこのままチャンスあるかなと思ってます。うん、去年も買ったのがパクスアメリカーナか、やっぱ黒船さんかやもんね。うん、ちょっとやっぱね、ダートに向く血統っていうかな、エアスピネル、金カメでしょ、ブラックムーンがアドマイムーンでしょ、ちょっとやっぱオールシバーじゃないよね、ウィンプリメーラとか、ディープが買ってないよね、意外と。エキストラエンド買って以来出てきてません。そう、一斉やっぱね、13年、14年ぐらいか、ここまでやっぱね、一時やっぱディープ生えてたっていうか、ディープやったやっぱりここってね。うん。でも最近なんかこの京都マイルも阪神マイルもね、なんかディープが代名詞なくなったんよね。ね。なくなったやろ、最近な。新種ババが出てきてとか、まあ、うんぬんもあるけど。でもなんかディープのババじゃないよね、最近ね。何買ったらディープかいって言うけど、にしてもちょっと今後最近来てたよなと思って。って言ってたらディープ来るんかな。ちなみにディープ買いますか。ちなみにここでディープインパクトなんかいます？ディープインパクト、オールフォーラブか。それは面白いけど、それはそれで面白い。それはそれで面白い。そう、オールフォーラブね、了解。頭入れておこう。あとね、エルントシャイでもあるか。エメラルファイトさ。すいません、東京のマイル出てこいで、どこ行くんこいつ。マイちゃん負けたけど。じゃあ、
じゃあ無理か、京都のマイルは無理か、やめとくか。はい、このままにしときましょう。メロハイト、まあ、前走度外者しね、舞ちゃん。はい、ちょっとあと気になったのはガンチャーレ出てけへん残ったんと、ロジークライが人気ないんと、あと名勝勝負とかメイケイダイハードの3サイバーか、あーメイケイダイハード5発やけど、あとはね、あと、ボンセレビーソね、前走昇級と、ハッピーグリーン出てきます。どこまで出るか知らんけどね。あとはね、まあ、ここら辺かな。ストロング大体前走復活でしょ？でしょ？そうそうそう。で、誰だったっけな。ドーバー、あ、トラキチ社長ね。はい、ダート今ずっと使っとって、芝経験1回しかないですけど、すいません、マイナステークスどっちかって言ってるか結構よく。結構鬼やからな、うん、あとはあ、サウンドキアラね、これはおもろい、これはおもろい、うん、前走1番人気3着いい足やった。はい、そのお前ミッキーブエンテに圧勝 1.8 倍、これね、しかもね、成績見たら京都すべ4周やからこいつ、うん、知ってる。だからね、サウンドキアラ本命しましょうか。結構結構今結構もう衝動的に言われたね、これ。ちょっと後で帰るわ。多分後で帰る。はい、決まって決めました。あと、最後にあれ見ておきましょうか。日程、今年見ておきましょう。まず、京都中山金杯は5日に始まります。で、5日に始まる関係で、日曜日、土曜日関係なく、6日にマイオステックスが行われますと。で、3連休は土曜日がノンジューショーエースで、日曜日、新大学に入るステックスが始まって、あと、まあ、バーっていって、おそらく大きく変更したとこはね、春先は特にはございません。大体、あと、中山の弥生賞がディープ記念に変わります。うん、そう、弥生賞ね。あれがディープインパクト記念かなんかに名前が変わりますわ。うん。来年だけじゃないと思う。来年で、うん、多分、ずっとかな。あとは、特に大きくは。あと、ここら辺、確か3日間開催が昔あって、で、この時期ってなんかね、中京と変則開催が確かあったと思うんですよ。あのね、あの、土曜日は、中山阪神で、日曜日が中京阪神とかね、中山が中京が月曜日とか、そのね、3連休合わせた開催今回ないですね。珍しく今回、金土日で開催されまして、中山と阪神のみです。うん、で中京がここの週なくて次の週に繰り越されるという若干特殊な形となっております。おそらく多分ね、今回多分前倒しすぎて予定が多分その関係の見合わせでしょうね。高松の駅名をさすがにね、3月22日に引っ張るとちょっと早すぎるんで、多分その関係でしょう。はい。何の解説これ。何の真面目な解説やっちゅうの。あとはね、4月入りまして、もう一緒かな。大花賞、さつき賞があって、マイラーズフローラー、青葉賞、天皇賞、春は今年は5月3日に、日曜日に行われますと。はい。5月2日、じゃあ、4月29とかたまに行われますけど、それはないですね。今年は5月開催。あ、ちなみにちょっと話戻しまして、多分珍しいですよね。多分3連休開催で金曜日開催多分あんまなかったと思うんですけど、いつも大体土日月に合わせるんで、金土日の開催だったらあらかじめご了承ください。あとは、5月は、NHK マイル、ビクトリアダービー、オークスダービー、一緒やね。と、なるほど、記念安田記念があって、エプソンマーメイドユニコーンで、ここから、6月13から、ね、言ってました函館の前に先オリンピックの開催の考慮で札幌先開催させますよと。はい、今回だから函館スプリントは札幌でありますんで、いわゆるキーンランドカップみたいなもんですわ。うん、で、札幌が最初 1,2,3 回戦行って函館に変わります。うん、でだから函館に最速ステークスとか函館ですわ。で、あとは、この後、阪神が、あと阪神もちょっと引っ張って、7月5日、7月12日、7月19日ぐらいまで、19日までか、は、中京開催がじゃなくて、ここ阪神開催で連続で行われます。CBC とプロキオンと、中京記念ね。はい、ちょっとトイレの改正、阪神が今年、最後4、5、だから7週開催最後あります。宝崎の方は普通終わるんですけど、阪神。長く引っ張りまして。結構忙しいやろ。で、終わり入れ替わりに、こう新潟と、ここ、ほんまは、まあ、函館が連続開催。はい。で、クイーンステークスとエレムステークスが札幌の代わりに、ここが函館で行われます。特殊でしょ。だから函館ダート1007とか。うん。
で、札幌戻ってきまして、あとは、おそらく一緒の感じかな。9月6日が中、ローカル競馬終わって、で、こっから、確か阪神が長期の改修工事に入ります。言い過ぎ？間違えた？ちゃうな、ごめん。変なこと言った。多分ちゃうな。あれ？あれ京都やったっけ？あれ京都で改修工事って。あれ阪神やったっけ？忘れた。阪神やったよな。ちゃう？あ、ちゃう。ごめんなさい。間違えた。全然間違えた。はい、阪神が、なくなりました。中京改正はこれ、阪神の代わりセントールステークス等々が中京で行われます。これなんでやったかな？ロードステークス、中京の芝線走ったっけ？あれ？ん？ある？あれ？あったっけ？中京線走ってしまう。あったっけ？中京線、あれ、これ調べとくわ。16,2000しかないと思うけど、1000じゃなかったっけな。ちょっとこれ調べておきますわ。え、ちょっと待って、俺知らんこと結構あるぞ、これ。神戸新聞杯も中京、しかも中京に4、もうないんじゃん。シルスステークスどないすんのこれ。あ、ちゃ、えぐい。中京2000だ、あと。やばい。中京の距離関係がちょっとえげつない。あとはね、こっから普通かな。新潟が始まって、一緒やね。あ、ここあれや。京都が途中で変わるんや。阪神変わって、ファンタジーと、デインサイと、宮古ステークスもやし、あとエリザベスもそうやし。ちょっとね、来年は結構ドタバタする。マイルチャンピオンシップも阪神やし。で、京阪杯も、京都2歳も、チャレンジも阪神。ずっと阪神。だから阪神めっちゃ引っ張るよね、これね。あれま、1、2、2、3、4、5、6、7、8、8週、まあ、それでも8週開催か。で、ここの、どこやったっけな。あ、最後ね、中京が終わって、ここやね、最後、今年はホープルが26、有馬記念27で終わりますわ、今年はね。はい、そうなんですよ。今年はぴったり最後に有馬で終わっちゃうってことで。今年の開催結構特殊ですけど、来年考えたら、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、以上で終わりましょうかね。また、どうでしょう。年明けでお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。よいしょ。